九州は一つ。江戸時代から続く久留米かすりを継承し、現代に息づく新たな世界を生み出す松枝沙代。匠の蔵。久留米市の山あいにある工房を訪ねた。こちらが日本伝統工芸染色展で今年受賞された作品だそうですね。何かこう果物の断面のような、雪のような花のような、抽象的だからこそいろんな想像が広がる素敵な柄ですね。花輪という題名なんですが、花明かりなんですね。この白い花独特の持ってる、それを明かりに例えて、そして輪っかを描いているところが、そのぼんやりと灯火のように花の明かりで。自由な発想で久留米かすりを制作してきた沙代子は、今基本に忠実な仕事を心がける。一昨年に主人が亡くなりまして、重要無形文化財久留米かすり技術保持者だった夫哲也が他界し、指導者としての意識がより強くなった。さらに亡くなった翌年に重要無形文化財の保持者会保持者といって、くくりと織の保持者に認定を受けたんですね。基本を極める。基本を抑えながらも、でも基本を抑えたことによって、何かしらちゃんとこう訴えるものがあったり、基本力っていうか、そういうものも作品をまたこれから膨らませて発展させていく、その仕事をちょっと打ち出したいという思いがありまして、この花輪を制作しました。